クリスティアン・ケルンは、オーストリアの政治家、経営者、同国首相を務めた。元オーストリア社会民主党党首。母は、秘書職、父は、電気工についていたという一般家庭で生まれた。出生は、オーストリアのウィーンのジンメリングで生まれ育った。ウィーン大学で報道学とコミュニケーション学を専攻し、1997年に、修士号を得ている。 在籍時代にはオーストリア社会主義連盟に加わっている。スイスのザンクトガレン大学でマネジメントの学位を取得。1989年から経済ジャーナリストとして活動。1991年には第三次フランツ・フラニツキー内閣で首相不正務官のペーター・コステルカに公営事業に関する助手として起用された。 1994年からは、オーストリア国民議会のオーストリア社会、民主党院内開発室で事務局で、プレス担当のメインスタッフとして活動していた。1997年、オーストリア最大の電力会社フェアブントに壊れ、同社の系列会社で、マーケティング、営業戦略担当部長、海外の M&A、A、事業参画拡大、及び、 高電圧領域担当等の養殖を担当。2002年には同社の役員に就任した。2010年6月にオーストリア連邦鉄道ホールディングの代表取締役に就任。就任時には全職から約15%減額の500ユーロで契約を締結。人気途中で2019年までの延長を確約させた。経営困難に陥っていた同社を改革し、 財務、人的、インフラサービス面で、概ね向上させたという実績が認められている。2014年からは2017年末までの任期で、欧州鉄道連盟の総裁職に就いた。2016年5月17日の首相就任に、伴い、ケルンは、オーストリア連邦鉄道ホールディングの役員をはじめと、する、ほぼ全ての要職から辞任した。 2016年5月に辞任したベルナー・ファイマンの公認として社会民主党の幹部会議は2016年5月13日首相及び同党党首としてケロンを選出することで合意5月17日に行われた社会民主党の執行役員会で正式に首相に選任され2016年6月25日に予定されていた党大会では 対立候補を擁立しない旨を確認した。同日2016年5月17日17時にハインツ・フィッシャー大統領によって認証式が行われ、正式に首相に就任。オーストリア国民党との大連立内閣が発足した。国民議会における首相就任演説では人間の尊厳の尊重や経済の上昇等について関連的な方向性について述べたが、 特に具体的な施策や方針については述べていない。また、前ファイマン政権は自由党との連立を強く否定していたが、ケルンは基本的に連立への党を閉ざしてはいないと述べつつも、補足的な考え方としており、私としては国民党との連立政権のパートナーとして維持して行きたいと大統領認証前に述べている。年月日に行われた。 大統領選挙戦では、緑の党が推した、アレクサンダー・ファンデア・ベレンを選ぶと公言している。しかし、社会民主党と国民党の間の亀裂が深まり、政権は事実上破綻。2017年5月16日、各党の話し合いにより、前倒しで議会解散を実施することを決定した。10月15日の国民議会選挙の結果、 社会民主党は52議席の第二党にとどまり、連立工作の結果、社会民主党はゲアすることが決まった。12月18日に首相を退任。新たな雇用の拡大と経済成長に重点を置き、アジェンダ2025としてニューディール政策を講じることを就任演説で語っている。就任直後、オーストリア放送協会のニュース番組ジブニのインタビューで、 全政権下で国民党と合意した政策を踏襲するとしつつも、すでに国内に滞在している難民をどのように同化し、具体的に住居や雇用の対策を講じていけるか、現在の想定受け入れ人数を上回るような事態における緊急対策については、さらに具体的な審議が必要であるとしている。SP イコールオーストリア社会民主党 VP イコールオーストリア国民党1985年にカリン、ベッセリーと入籍、3人の息子を設けたが2001年に離婚。ベッセリーは現在弁護士であり、ニーガーエスターライフ州のメーデリングで子の文化表現を務めている。現在の夫人であるエベリンとは一人の娘を設けている。いずれもドイツ語。ありがとうございます。